こに卵入れます。このね、あんがかかるとね、待ってましたか。どうも、アルシューバーです。ということでですね、今日はね、飲んでばっかりだといろいろね、たるんでくると思いまして、今日はね、アルコールで自分を鍛えておりました。今回はですね、思考シリーズでございます。思考シリーズなのに結構いい感じに酔っ払ってるっていうね。なぜかというと、この前にやった企業さんの案件がめちゃめちゃ美味しくて、最新の出来だったね、あれはね。めっちゃ飲んで、担当さんも若干引いてたんですね。ということで、今回はこの狂月と業務用の格は使わないです。今回はね、酔っ払っててもできる思考の天津飯ですね。やっぱりね、天津飯といえばね、やっぱね、気候法ということで、今回は自分のこう、なんつうの、まあもういいや、とりあえずやろうぜ。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、やっていきたいと思うんですけども、今回ね、材料を説明します。カニカマなんですけども、今回は6本、まあね、1パックの半分ですね。それで 40g ぐらい使います。カニでもまあもちろんいいんですけども、カニ高いから、高い食材を使ってうまいのはもう当たり前な、誰でもできるので、今回は安い食材を使って最高にうまいものを作ります。そしてこちらの長ネギ、これは4分の1本分。まあ、これ細いからちょっと長めなんですけども、これを 30g。で、あと米。秋田小町のあの佐藤ご飯を使うんですけども。あと卵。L サイズ卵2個ですね。2個。今回は使って天津飯を作っていきます。あとはね、こちら調味料あるんですけども、これね、概要欄に書いてありますんで、概要欄見てください。ということで、始まるよ。思考の天津飯を作るっていうところで、やっぱ天津飯について語らなきゃいけないなっていうふうに思うんですけども、まず天津飯っていうのはどこで作られたかって言ってね、実はね、これね、天津で作られたじゃない、これね、日本生まれなんですよね、これね。日本生まれの中華料理なんですね、これね。だから中華には天津飯ではないんですよ、実はね。日本式中華料理、だからナポリタンみたいなもんですね、これね。意外と知らない方が多いんですけども、実はね、結構ね、強いんですよ、天津飯って。どれぐらい強いかっていうと、新機構法でセルをね、あと一歩まで追い詰めたっていう、あの戦歴があるので、やっぱりね、あの Z 戦士の中ではやっぱヤムチャより上だと思うんですよ、僕ね。ということで、今回はそんな天津飯を、ものすごく美味しい、セルにも勝てる天津飯を、作っていきたいと思います。で、まず天津飯のね、卵部分ね、作っていきます。はい、これじゃあ溶いていきますね、これね。で、混ぜ方としては結構ね、ちゃんと溶いてもらっていいです。この天津飯に関してはね、こんな感じ。そして具材を用意します。長ネギなんですけども、こんな感じでね、なるべく斜めの細切りにしてください。そしてですね、カニカマなんですけども、これはね、炊くんですけども、前まで結構手で裂いてたんですけども、意外とね、これね、なんかフォークとかで裂いた方が結構良さげなんですよね。で、フォークを使ってこう何回かね、やっていただくとすぐね、裂けますんでね。こうするとね、一瞬でね、カニカマがね、細かく、なりますんでね、こいつをね、使っていきましょう。あ、いいですね、もうちゃんとなりましたね。でもね、包丁とかはね、もう終わり。はい、あとはね、もう全部火使って仕上げていきます。その前にご飯はね、今もう温めておいちゃいます。ご飯温めてるんですけど、その間にもう炒めちゃいます。これね、テフロンのちっちゃいフライパンでいいですからね。はい、油小さじ1、そこに長ネギです。中の具材はあらかじめ火を通しておく。そうするとですね、さっと仕上げられることができますんで、これはね、あのカニカマももう一緒に入れちゃってください。入れて炒めます。なんで先に炒めるかっていうと、長ネギって、火が通んないとやっぱりちょっとね、あの辛さが出ちゃうので、カニカマは炒めることによって香ばしさが出ますんで、これはね、重要なところなんです。ネギの香ばしさとカニカマの香りをノルマクリア。ということで、さっとで、そうすると長ネギがもうしなってくるんで、もうしなっと来て、ネギの焼けた香ばしさが出たら火止めちゃいます。火止めて、こうさっき混ぜた卵液に、まあ、全部入れ込んじゃいます。はい、熱いまま入れちゃっていいです。そしたら卵をね、調味していきます。マヨネーズなんですけども、小さじ2杯、これぐらいですね。大さじ1ないぐらいですね。もちろんね、ひとつまみぐらい、ブラックペッパーを少し、そして味の素です。
あの味の素はね、卵と非常に相性がいいので入れてあげてください。そしてよーく混ぜていきます。あのマヨネーズって塊になってるんで、ね、よーく混ぜる。マヨネーズが入るとこのマヨネーズの油の成分でですね、すごくね卵がとろっといくんですね。これね非常に重要です。全部卵液に行き渡るように混ぜてあげてください。そしてご飯、これはね最初に持っておきます。で天津飯ですからちょっとね丸めにちょっと成形していきましょうか。まあまあこんな感じでちょっと、ね、丸くね、丸くちょっとねこんな感じで、やっていきましょう。そうしましたらこれは、置いておいて、で火にかけます。火にかけたら油ね大さじ1、今回はね多めで大丈夫です。はい、油をたっぷり使った方が卵ふわっといきますんで。で前回のカニ玉の時は中華鍋使ったんですけど、中華鍋なんて持ってねえよっていうコメントがもうものすごいあったんで、今回頑張って僕テフロンでやります。中華鍋でも本当はいいんだけど、テフロンでもできなくないです。油温めてください。十分温まったらここに卵入れます。でそうするともうすぐ固まってきます。温まってる。はい、こんな感じ。もういいです。もういいです。1分もやらんす。こんな感じになってますので、これをこうかけていきます。はい、半熟を意識した方がいいです。中はとろっとして、もう本当にね1分もやらない。もう何十秒の差、世界です。これは皆さん試行シリーズなのでちょっと難しいですけど体得してください。コツは最初に温めてからやると。そしてですね、ここからあんを作っていきます。あんなんですけど、関東だと甘酢あんなんですよ。あのケチャップを使ってちょっと甘く仕上げるんですけど、僕あれあんまり得意じゃないので、すいません、あれは使いません。今回はですね、塩と醤油で醤油あんを作りたいと思います。まず水、110cc ですね。トムシャンタン、こちら1/3ちょっと入れます。そしてですね、お醤油、これね色付け程度、小さじ1/2。オイスターソース、小さじ1ですね。お酒ですね、ちょっと風味付けにお酒入れます。で小さじ1です。ごま油小さじ1。はい、でここに片栗粉も入れちゃいます。これに片栗粉ね小さじ1。はい、これね、あのまだね火温まってないんで固まらないんで大丈夫です。これ、入れたら火つけないまんまですよ。これフライパン火つけないまんまこうやって混ぜてください。混ぜたら火つける。あとはもうずーっと混ぜていく。これで手早くやってくださいね。なぜならカニ玉とご飯が冷めてしまうのでね。熱で変化するものだったらあれなんだけど、天津飯のあんに関しては全部混ぜてから熱するので大丈夫。ほらすぐあんになる。もう超簡単。これ終わり。これ覚えとくとね、いろんなあん作れるんでね、便利です。こうかけていきたいと思います。もうねこれ全量かけちゃってください。これほらどうですか、このね、あんがかかるとね、途端に天津あんっぽくなるんですよね。これ最高に美味しいやつよ。そうしましたらこちらでとろとろ至高の醤油あんで作るですね、至高の天津あん完成でございます。それでは食べていきたいと思います。いただきます。合うぞ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。ふわっと仕上げた卵ととろとろのあん、皆さんいただきますよ。いただきます。おー、これはどこで食った天津飯よりうまい。いやたまらんねこれね。まあ僕ね、あの千葉だから関東式の天津飯なんですよ。こっち甘いやつなんですよ。ケチャップとか甘酢とかってそっちタイプなんですけど、これに関してはすいません、僕関東の人間なんですけども、関西式の醤油あんのが全然うまいっす。ご飯に合うんだわこれ。卵がとろとろ、材料費なんていくらもかかってないですよ。カニ玉、長ネギ、卵、ほぼそれだけですからね。これでこの味はやばいわ。いやもちろんね、甘いのももちろんね美味しかったりもするんですけども、僕はオイスターの味の醤油あんですね。これ最高に美味しいですよ皆さん。トロトロの卵とトロトロの醤油が絡んだところがもうパラダイスだねこれね。この天津飯よりうまいもの見つける自信がない。関西の皆様食べたことあると思うんですけど、関東の皆様ケチャップあんしか食べてない方、しょっぱいあんでね食べる天津飯、これぜひやってもらいたいですね。これねやめらんなくなりますこれ。感じとしては卵はたっぷり、
入った中華丼みたいな感じですね。幅広く受け入れられるような味になってると思うんで、これはぜひやってほしい。卵を仕上げるのとこだけちょっと難しいんですけども、十分に温めてからさっと炒める、これをねやっていただければもうねすぐできると思います。天津飯ってなかなか家で作んないと思うんですけど、これはほんと美味しい。冷蔵庫の余り物とかでもできますからね、ぜひ皆さん試してみてください。これは至高だね。やっぱね、安い食材で最高にうまいもの作れるとほんとねテンション上がるよね。 A5 ランクの牛肉焼いてうまいって言ったら当たり前だもんそれね。やっぱりね、安い食材でね、あの限られた食材の中でねうまいもんできるとね、仕事したなってなるよね。これはね、料理研究家の領分ですね、本当に。すみません、もう一杯いただきます。